天野博之3月24日隊は日本のお笑いタレント、声優、ナレーター。お笑いコンビ、キャインのツッコミ担当。相方はウ、ウード鈴木。本名及び、旧芸名は、天野博之。愛称は、天野っち。2000年代には映画監督としても活動した、愛知県岡崎市出身、浅井企画所属、岡崎市立羽小学校、 岡崎市立南中学校卒業。愛知教育大学附属高等学校、日本大学国際関係学部、国際文化学科卒業。15歳の頃からレストランでアルバイトをして、自分で生活費を捻出していた。これが料理を始めるきっかけになった。駆け出しで売れなかった頃、4畳半のコンロ1つしかない、アパートでビーフストロガノフを作り上げるなどの生活を送っていた。 世紀末のジェール大橋は、天野の卒業した高校の先輩である。大橋とは2010年8月2日放送の、ヘイヘイヘイミュージックチャンプで共演した。高校時代は、会見賞だったが、尾崎豊の影響を受けすぎて、卒業式だけ出席しなかった。大学進学は、東京進出を希望し、日本大学に指定校推薦で合格したが、 よく調べもしないで希望した国際関係学部は三島市にあった。仕方なく都心へ小田急一本で行ける小田原市に住んだ。学生時代は学業が優秀で成績は常に学内では平均以上だった。また学生時代は演劇部に所属していた。お笑い芸人になろうと思い沼津市内の書店でタレント名官を立ち読みし、 浅井企画へ電話したところ即採用された。キャイン結成前にコンビ会場という名のコンビを組んでいた。その時の元相方とは今でも親交がある。コンビを結成した最初の頃はメガネをかけておらず、顔に特徴をつけるためメガネをつけるようになった。視力は実際に悪く黒縁メガネになった後も1998年まではメガネにレンズが入っていたが、 現在はレンズが入っていない、伊達メガネをかけている。レンズを外した理由は、写真撮影の際に、レンズが光を反射するのを防ぐためとのこと。相方のウド鈴木に非常に愛され、信頼されている。本人は、一方通行の愛情とネタにすることもあるが、著書、なあに、ウドちゃん。では、ウドのことを、永遠の相方と呼んでいる。萩本金一には、お前売れない。 うどはいいけどと言われ、その言葉に対抗すべく努力した。多くの番組で共演した、うっちゃんなんちゃんを慕っており、内村てるよしを、師匠、南原清隆を、兄貴と呼んでいる。同期である、ありの進むなりとはプライベートでも仲が良く、デビュー当時からの親友である。天野は、デビュー当時、自分が芸人ということに、こだわりがあり、アイドルのようにキャーキャー言われる。 吉本院天然素材メンバーや良い子が嫌いだった。しかし、有野が楽屋で漫画ドラえもんのび太の海底記いわきを真剣に読んでいるのを見ていいやつかもと思ったのがきっかけで良い子と仲良くなる。また天然素材メンバーだったナインティナインとも何度も共演することで仲良くなっていった。趣味は漫画とゲームで愛読者は週刊少年ジャンプ。 本人曰く少年の頃より熱中して読んでおり、中でも北斗の剣とナるとナるとの大ファン。好きなプロ野球チームはオリックスバファローズである。オリックスブルーウェーブ時代からのファンであり、きっかけは天野が新人の頃にラジオで共演した大木明がとても丁寧に接してくれたことに感銘を覚えたことだったという。尾崎豊のファンで、 尾崎の告別式にも参列したことがあり、歌詞の意味について探求している。アイドル水泳大会に出演した時も、俺はこんなことをするために芸人になったんじゃない。とマネージャーに激怒した。ちなみに一緒に出ていた相方うどは、俺はこういうことがしたかったという顔で、騎馬戦の馬役などを生き生きとやっていた。メレンゲの気持ち、これがキャインだろ。 100%キャイーン。などで料理コーナーを持っていたほか、花丸マーケット火曜日でも、天才シェフアマノッチのリストランテ食べてみてコーナーで、脇役食材をメインディッシュへと変えるという名目で創作料理を披露していた。下戸であり、酒は苦手としている。自身のブログ、アマブローにコメントをくれるファンのことを、店頭と呼んでいる。 2012年7月31日から8月26日、スリーエフにおいて、キャインは天の土の馬からの祭典2012を開催した。このキャンペーンの内容は、天の監修で制作、または天野が推薦した、弁当等を店頭に並べるというものであった。三年 B 組、金八先生シリーズで、直江え一が演じる、加藤優が好きで、1995年には、 第4シリーズの生徒役のオーディションを実際に受けたが、落選しているほか、第7シリーズの稲葉舞子を、可愛い,いと発言している。自分の立て眼鏡を自分でネタにしていたり、他人にネタにされたりしていたほか、2011年中に、若い女性たちの間でレンズなしの眼鏡が流行し、その眼鏡が、アマロくん眼鏡というキーワードで、女性誌に載ったこともあった。これに乗って、 本人はメガネベストドレッサー賞も狙えると盛り上がったことがあった。現在過去アマノ単独のみすべて監督としての作品、アマノヒロユキに関するカテゴリー、ありがとうございます。